が続いております。工場みたいな建物が見えるんですかね。工業的な建物が多いですね。ベラルーシかな、もうちょっとわかんないね。立派な建物も立ち並んでおりますね。住宅っぽいですよね。集合住宅なんていう感じがするんじゃないですか。だんだんと人口の多い街並みに入ってきたようでございます。相変わらず雪がねすごいですよね。ですね、なんて書いてあるか分かんないですかね。旅のね説明しますね、1996年の2月の終わりから行った3月いっぱいまで行ってるねユーラシア大陸往復の旅のね、動画のね説明をしようかなと思っております。今回はですねロシアのシベリア鉄道に乗ってですねキーロフ州あたり、このね、エンボルガ連邦管区のね、キーロフから、お隣のベラルーシを抜けてプレストまで行くという中の旅をですね、ちょっと分割してね、分割するとですね、おそらくね、8等分ぐらいになると思いますね。8等分ぐらいの動画の説明をひとまとめにここでやってしまおうかなと思っております。そしたらですね、その8等分する予定、もしかしたら4等分とか5等分とか6等分になるかもしれませんが、とにかくこのロシアのシベリア鉄道のキーロフあたりから、ベラルーシの終わりのブレストまでの説明をしたいと思います。シベリア鉄道に乗り続けてですねキーロフというところを通ったと思うんですよね。この辺のねルートがねちょっと思い出せなくてねちょっと、適当なんですね。もしかしたら通ってないかもしれないんです。ニジニノブゴロド州ね。コストロマ州。で、モスクワ州の中に、モスクワ州の中に市があるということですね。独立してるんですね。で、シベリア鉄道の最終駅がですね、ヤロスラフスキ駅なんですね。こっからですね、まあ、なんか車に乗っけられてですね、乗せてもらってですね、まあ、赤の広場でのあたりのホテルで降りて、ガイドさんとさよならしてね、ホテルでただの朝食を食って、で、適当に赤の広場を歩いたりして、で、夕方、もう時間を持て余しちゃってですね、次の夜行列車に乗るためにですね、ベラルーシ駅だと思うんだけどね、ベラルースキー駅に、もうね、夕方ぐらいに着いてずっと待ってましたね。そして夜行列車に乗って、モスクワ州を越えていって、もう暗い時間ですね。で、モスクワじゃなくて、ロシアのね、スモレンスク州のスモレンスク駅を通り過ぎるんですけど、もう真っ暗な時でしたね。もう明るくなったら、もう、ベラルーシの中に入っていって、一番最初がね、ビーチェブスクという州に入っていくんですね、ベラルーシ。ちょっとこれ間違ってる。ちょっと間違ってますね。これがね、
こなんですよ。ここら辺が間違ってるんですよね。ここら辺が間違ってるんですよ。これ何言えた方がいいか分かんないんですけどね。とにかくベラルーシです。ベラルーシという国、ベラルーシの国に一番最初に入ったのがこのビーツェプスク州なんですね。そしてミンスク州、ミンスク市、首都ですね、ミンスク駅にも到着いたします。そして、ブレスト州に入っていってバラナビーチという駅を停車してましたね。そしてブレストの駅まで行くという感じになっております。時刻表をね、ちょっとあやふやな時刻表なんですけどもね、ちょっと文字が小さくなっちゃうな。どうもね、うまくいかないな。これが限界ですね。モスクワのベラルスキ駅、多分ね23時41分発だったような気がするんですけどね、曖昧ですね。で、夜中3時とか6時ぐらいにロシア国内のスモンレスク駅と国境駅に着いたと思うんですよね。そして国境を越えてベラルーシに入ってボルシャという駅に7時30分ぐらいに止まっていると思います。そしてミンスクはですね10時20分とか11時とかそういう時間帯だったような気がしますね。で、バラナビーチという駅にも泊まって映像がありましたね。そしていきなり飛んでブレストのね、あのジャッキーがあって車輪を取り替える駅にたどり着くということになっておりますね。そんな感じですかね。はい。